アルバータス・マキシマスとは、アメリカ合衆国生産、調教の競争場、主ュ馬。場。主な勝ち倉に、2009年のドンハンデ・キャップ、2008年の、ブリーダーズ・カップ・ダート・マイル。2006年12月17日、ハリウッド・パーク競馬場のメイドン競争でデビューし、5着。2007年3月3日、サンター・ニタ競馬場での3戦目で勝ち上がる。 続く、アローワンス競争も制止、重賞初出走となる6月のアファームドハンデキャップ、でも2着に、7月のスワップスブリーダーズカップステークス、でもティアゴの2着と重賞で勝ち負けを演じるが、G1 競争初出走のパシフィッククラシックステークスでは、スチューデントカウンシルの8着に終わり、12月のアローワンス競争でも4着に終わる。 2008年の初戦も3着だったが、2戦目のアローワンス競争で3勝目を挙げる。カリフォルニアンステークスで4頭立ての4着、7月のアローワンス競争で5頭立ての5着と2戦、連続再開となった後、ウラジミールセリン9社に天馬、テンウマヤ。テンウマヤ初戦のリステッド競争、ウィンディサンズハンデキャップを制し、グッドウッドステークスでもウェルアームドの3着に入った。 10月のブリーダーズカップダートマイルは、人気のウェルアームドが伸びあぐねる中で2着リベリオンにバシ身4分の1差つけて、優勝。ブリーダーズカップダートマイルの後、ハムダーンビン・ラーシド、アール・マクトゥームにトレードされ、キアラン・マクラフリン旧車へ、天馬やした。2009年初戦、ドンハンデ・キャップに出走して1着となり、ドバイミーティングに向かう。ドバイワールドカップでは、 過去実績から、イギリスのブックメーカーの中には一番人気に支持する、ところが出る一方、などある芝競馬場での直前の調教では、軽い調整に終始していた。レースでは、優勝のウェールアームドに24馬身以上離された6着に、終わる、帰国後は、右前足に、屈腱炎を二度発症した影響で一度も出走が、なかったが、 2010年終わりの頃には2011年に復帰するプランが明らかになったこともあった。しかし最終的には2011年8月に至って復帰を断念し引退した。以下の内容はエコバス及びレーシングポストの情報及び記載法に基づく。引退後は2012年からシャドウエルファームで種ボバイでした。 2015年に初年度産区がデビューしたものの、5勝以上を挙げた馬は出ず、ケンタッキー州共用シュボバ全体を見ても、極少数派のリボー系シュボバは2005年と比較して、体調傾向にあり、2015年時点では自身と、同じく、アルバート・ザグレートを父に持つノービズ・ライク・ショービズと、共に、ケンタッキー州で共用されている最後のリボー系、シュボバとなっていた。 2015年時点での種付け量は非公開となっていたが、2020年は2500ドルに設定されている。ありがとうございます。